こんにちは、秘密工場へようこそ。この間、前回ですね、動画で、T シャツ何人か注文していただきましてありがとうございます。本当にあのもっと買っていただければいろいろ活動費にもなりますので、ぜひぜひ。今回着てるのはちょっと L です。まあこのちょっとあんまり短いのが好きじゃない方はちょっと L目にしていただいて、着ていただいてもいいかなという感じです。今 T シャツがちょっと横にいるんでちょっと話づらいですけども、いつもやってる秘密工場、今日雨なので中でやっております。で、何やったかと言いますと、ハイゼットのオイル交換をしました。これです。ペトロカナダの 5W30、 これを今回入れてみました。ハイゼット、皆さんご存知の29万キロ走っております。買った時からもう28万9千キロだったので、乗った瞬間に29万キロになったんですけど、まあ、果たして走行の車に入れてみたオイルっていうのはどういうことになるのか。で、もうオイル入れただけなんですけど、どのぐらい乗ったのかな。もう1ヶ月半ぐらい乗ってみました。約、3000キロぐらい乗ったんですけど、まず一番最初に感じたのはやっぱりちょっとトルクが太くなった感じがする。今までと同じアクセルの踏み具合でちょっとパワーがある感じがしたのはもう顕著ですね。あと一番びっくりしたのは平均燃費ちょっと上がりました。乗り方はほぼ一緒です。乗ってる道もほぼ一緒なんですけど、だいたい今まで取った中で平均でだいたい 9.45 キロぐらいの平均燃費だったんです。それが 10.6 まで上がったんですよね。あとはやっぱりオイルの品質がちょっと高いので、ちょっとそのお疲れ気味の29万キロのエンジンに対してどれだけ効果が出るのかっていうのは今後また長いスパンで見てって話をしなきゃいけないんですけど、ハイゼットとサンバーのですね、いじりを動画でやっておりまして、なんか面白いなと思った方はチャンネル登録していただいて、今後の動画も見ていただければと思います。ちょっとね、ずっと T 社長がね、にらみゆっくりしてこっちずっと見てるのでかなり今日はやりづらい感じですけれども、また機会があればちょっと秘密工場の中なので、今日はちょっと雨降ってたんで中でやらせていただいてますけども、ぜひ今後の動画も注目していただければと思います。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。あ、T シャツ買ってくださいね。お願いします。